した後に、はい、そう、あのさ、これ今見え、今400倍にしてるんですよ。で、あの綿棒で取って拭ったやつにニューメチレンブルーという染色液を合わせてね、はい、もうその場で見れるんですけど、まあ、超簡単染色、これ全部赤血球です。亀は赤血球の中に核があるんだよね、はい、だから赤血球があって真ん中に核があると、すごいいっぱいありますね。それで他の場所、ちょっと倍率を1個下げますね、100倍に下げて、少しそれしか見えるか、細胞かな、なんか大きいか、赤血球にしたら。これは何だろう。はい、これは何でもないね。まあ、じゃあ今の分かるのではほとんど赤血球が、はい、もうものすごい出てますね。細胞成分っぽいのがなんかさっきちらっと見えたんだけど、これでは虫たちがないけど、変な虫がいるとかではない。うん、虫は、そうね、まあ、虫がそのまま出てればさ分かるし、あと卵を産んでれば、うんちと一緒に調べれば出てくることもあるんですけどね。こういうのが白血球かな、かもしれません。このちょっと色が濃いやつ、大きさがちょっと違うか、まあ赤血球だね、ほとんど赤血球ですね。はい、いいよ、ください。